はい、皆さんこんにちは、ゴンベイです。ウクライナから入ってまいりまして、前から念願のですね、竹林公園に来てみました。本当にね、素晴らしいこう木がですね、覆いしてましてね、その間のその落合川のね、川の流れ、あと遊水地のですね、もう大好きな小魚がね、戯れてる姿を見てね、もう鳥肌が立って、涙が出るほど嬉しかったですね。で、今ここのちょうど竹林公園のセンターかなに来てるんですけども、もう木がね、ものすごいんですね、こう迫ってくるんですよ、体にずーっと。で、僕がそもそも気候士になった時の一番初めっていうのが、竹のエネルギーを感じるかどうかってことを言われて、それでまあ竹のエネルギーを感じたってことは前お話したと思うんですけど、要するにあの広いですね、そうだな、500メートルぐらいの広い原っぱがありましてね、でそこでまあ先生に言われて、手をこう広い開けてぐるーって回れって50人ぐらい生徒言われたんですよね。でもみんな分かんなくて、僕だけがなんかこうビリビリ来る方向があるっていうふうに先生に言ったらですね、じゃあその方向をまっすぐ歩けって言われて、歩いてったら竹やぶがあったんですね。で、竹やぶに近づくにつれて、こう手がボワーってこういう感じで押された感じがあったんですよ。で、それが初めて木っていうのが分かって、ですから、まあ、竹でもってのエネルギーが初めて気候の木というのが分かったですね、原点だったんですね。で、今日もこちらに来てですね、もう竹がね、ものすごいエネルギーがあってですね、ただこうやって見られるのも気持ちいい。で、僕のこのビデオをですね、撮られて見ていただいて、それだけずっと、まあ、5分間でももしあんなら見ていただくだけでもって、先生たちもですね、絶対に心がすごくこう柔らかくなって、意識もですね柔らかくなり、エネルギーが入ってくると思います。ですから、この本当貴重なですね、この今日の竹の、ビデオですね、ぜひ先生たちもお時間がある時にですね、見ていただいてですね、それをご自分の、クライアントさんとか患者さんに、施術とか、見られる時にですね、うまく使っていただけるようになればと思います。で、私今翻ってですね、考えまして、気候を学ぶとですね、いわゆるこう竹とかですね、欅とか小川とか土壁とか、あと絵画もそうですね、そういったものがすごくこうリンクしてくるんですね。あと、まあ静かな、まあ、屋敷もそうですけど、そうですね、何でしたっけ、置石とかですね、庭石とか、あと縁側とかですね、そういったものが自然にずっとフィードバックしてきて、そういうところで瞑想とかですね、呼吸法をやると、すごくなんか昔に戻って安心できる感じがするんです。ということは、結局僕たちは、特に私の場合は、それが子どもの時の何だろう、環境がこの気候を味わう原点になっていると思うんですね。で、今皆さんお子さんがですね、一緒に遊びに行ったりですね、サッカーしたり、いろいろね、お父さんお母さんお子さんとこう時間を共有する時間が多いと思うんですけど、中にはですね、例えばこういう竹やぶに来てですね、ただこう呼吸するだけでもいいですね、ないしは、土壁のあるうちに行ってですね、そこに座っているだけでもいいです、ないしは小川に行ってですね、魚から出るこう優しいエネルギーを感じてもいいですから、そういうものにですね、いっぺん感じていただくようなですね、情操教育じゃないですけど、そういうことをやっていただくとですね、本当に物の味が分かるですね、人間に成長しますし、大人も老若男女問わずですね、非常に心が落ち着いて寛大 で味わいが分かる人たちになっていくと思います。で、僕の気候は何回も言いますけど、病気が治るとか、ブドウが強くなるとかっていうのも当然あるでしょうけど、味わいが分かるってことなんですね。絵を見たりですね、音楽を聴いたり、おいしいものを食べたり、いい環境にいたりですね、人間関係が良くなったりすると、涙が出る、涙腺がこう緩むような気候ですけど、やっぱそれがすごく大事じゃないかなと思っております。ですから、今日は先生はこの具合を見ていただいてですね、ちょっと今私瞑想していますので、そのエネルギーも入ると思いますが、ぜひですね、ご覧になってください。本当に魚とね、水の流れってすごいエネルギーなんですよね。全然違うんですよ。今こうやって手を回してますとね、
声がビリビリきます。でビリビリくると同時にですね、意識が丹田に入ってきましてですね、何とも言えない心地よさですね。もう何分もここにいたいというか意識になってきます。もうで自分の姿形がですね、なんか消えてるような、空気と一緒にですね、合一になってる感じがすごく早くしてきました。とっても気持ちがいいです。こういう自然を取り入れてですね、気候の修練とか、学びをしていただくと、また違ったですね、意味での気を味わうことができるなと思いますので、期間が非常に研ぎ澄まされてくると思いますので、ぜひですね、何度も何度もですね、お時間がありましたら、ご覧いただければと思います。とっても気持ちいいですね。これウクライナの柔道のね、有名な選手とかコーチとかですね、ドクターがもうみんなこぞって気候に続婚でしたから、ですから意外と足元の方がですね、気づかないで遠い方が見える場合もありますけど、ぜひですね、先生もこれをうまく取り入れて日常生活をさらに豊かにしてください。はい、今日は一応ですね、題材とは別にですね、気候のいわゆるこの、気をですね、高める方法の一つとして、味わう方法の一つとして、この竹林に参りました。どうもありがとうございました。